皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。このチャンネルでは競馬女子である白雪が女子目線で競馬の楽しさをゆるくお伝えしていきます。皆さんにはのんびりまったり見てもらえると嬉しいです。まずは先週の結果を振り返ってまいりましょう。 G3 新潟2歳ステークス、残念な結果となってしまいました。本命の飛品は8着という結果で、強気の白雪の方も2着の湘南マヌエラは買えませんでした。範囲を考えると想定よりも全体の時計が速くなったことが挙げられると思います。過去の傾向から想定タイムは1分35秒0としていたのですが、結果的には1分33秒8と例年よりもレベルの高いレースになりました。本命に挙げたヒヒンもちょっとこのペースには対応できなかったようで、デビュー戦で見せたような末脚は繰り出せませんでした。4番手といういい位置ではありましたが、途中で口を割るような仕草も見えました。こうした気持ちの面も成長してくれれば、秋そして来年にもつながってくると思います。どの馬もまだデビューしたばかりですから、これからの成長に期待しましょう。それでは今週の予想に参りましょう。今週は G3 新潟記念を予想していきます。サマー2000シリーズ、そして夏競馬のフィナーレを飾るレースです。舞台は新潟競馬場の芝 2000m。 レースの想定はご覧の通りです。馬場状態は良、想定ペースはスロー、想定タイムは1分59秒0を中心として予想していきます。求められる能力としては大きく2つあります。まずは瞬間的なトップスピードです。過去の傾向を見てみると、直近5年のレースで3着以内に入った馬は全てラスト3ハロンが32から33秒台であり、後半のスピードが求められることがわかります。またラスト2ハロン目のラップは最速で10秒7、平均でも10秒9と11秒を切っており、瞬間的なトップスピードが必要になります。そしてもう一つは最後のスタミナです。先ほどと同様にラップを見てみると、打って変わってラスト1ハロンは平均で11秒9とほぼ1秒減速する傾向です。長い直線でのスピード勝負の後、最後の1ハロンは余力での勝負になるので、スピードだけでなくスタミナも兼ね備えた馬が上位に来ると予想します。それではここからは競馬女子白雪の予想です。本命は1番サリエラにしました。ハンデ戦なので人気薄からでもと思ったのですが、考えれば考えるほどこの馬が一番強く思えてしまって仕方ないですが本命にしました。まずスピードの面ですが、こちらは説明不要と言ってもいいかもしれません。これまでのキャリア5戦のラスト3ハロンのタイムは全て32から33秒台を記録しており、後半のスピード勝負は得意分野です。また瞬間的なスピードについても過去に11秒を切るラップも経験していますし問題ないでしょう。またスタミナの面も未知数なところはありますが問題ないと見ています。前走の目黒記念はラップだけ見ればラスト1ハロンが若干減速しているのですが、レース自体が超スローペースでしたから、スタミナというよりもスピードの持続力を求められるレースでした。ただその中でもサリエラはこのラスト1ハロンで大きく順位を上げていますし、今回も大きく崩れることはないと思います。
そして対抗は11番バラジです。こちらもラスト3ハロンでは33秒台を何度も記録しており、後半のスピード勝負が得意な馬さんです。前走はサリエラと同じく目黒記念で結果は6着でしたが、サリエラとのタイム差も 0.3 秒とそれほど大きな差はありませんでした。陣営からはもう少し距離が短い方がというコメントもあったので、距離短縮となる今回は期待できると思います。また今回はこれといった逃げ馬がいないため楽に先行できると思いますし、三浦騎手がどんなレース運びをするのか楽しみにしたいと思います。続いて黒三角は10番ファユエンです。この馬の武器は何といってもトップスピードでしょう。直近の2レースではどちらもラスト3ハロンで33秒2という素晴らしいタイムを記録しています。特に前走の関ヶ原ステークスではかなりのスローペースではあったものの、ラスト2ハロンのラップは10秒9、11秒6でした。2ハロン目で11秒を切りながら最後は減速するという今回にリンクしそうなレースでしたから、ここでも面白い存在になると思います。ハンデも53キロと前走から3キロ減ることになりますから、一発を期待したい一頭です。そして白三角以下はご覧の通り。3番ノッキングポイントも後半のスピード勝負が得意な馬さんですから上位の評価としています。同じ3歳世代ではトップナイフが札幌記念でいいレースをしましたが、重たい馬場でのものだったので、ノッキングポイントがここでどれだけの競馬ができるか楽しみです。また2番グランオフィシエ、7番フラーズダルムあたりはあまり人気はなさそうですが、スローペースでの後半勝負は得意ですし、33秒台の末脚を持っているので注目しています。そして最後にこの新潟記念とは相性のいい9番ユーキャンスマイルも押さえておきたいと思います。それでは最後に買い目の発表です。まずは弱気の白雪から。こちらはハンデ戦ということもあり、人気薄の副賞で攻めたいと思います。2番グランオフィシエ、10番ファユエン、11番バラジの3点です。そして強気の白雪、こちらは三連複のフォーメーションで、1投目に本命のサリエラ、2投目にノッキングポイント、ファユエン、バラジ、3投目にその他の白三角3頭を含めた計12点で勝負します。難しい夏競馬でしたが、終わり良ければ全てよしと言えるように応援したいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。皆さん、本日の動画はいかがだったでしょうか。競馬女子白雪頑張れと思ってくれた皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。